回も始まりました、あやの楽屋においでよ。今日はね、また可愛らしいゲストの方をお迎えしております。今日のゲストの方、この方です。はい、どうもこんにちは、こんばんは、おやすみなさいなら、いつ見てるかわからないですから ね。泉と申します、よろしくお願いします。やっぱ入り方がちょっと漫才チックで素敵どうもっていかないと、ちょっとそこが一番の私の、なんだろう、頑張るぞっていうその掛け声になっておりまして。なるほど、はい、ちょっとまたじっくりと、またいろんなお話、はい、伺いたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。それでは行きます。今日も世田谷線上町駅、立浪海ギャラリーでお送りします。改めまして、今日のゲストの方ご紹介します。泉ちゃんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです ねえ、なんかすごく、多分年に1回ぐらいしか本当にお会いする機会がなかなかないんですけれども、ね、七夕状態だよね、はい、会うとでもすごく仲良くしてくださって、本当に。いやいやいや、こちらこそありがとうございますライブでですね、初めてお会いして、初めて会ったのは大阪のライブ、はい、ライブで、わあ、なんて綺麗な方があってまたでもお互いドレスだから、なんか2人で並ぶとキャバ嬢みたいな、そう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 一緒に写真撮った時にちょっとそんな気がした。キャバ嬢みたいなのと思った、はい、ね、結構そうそう、ワー柄の、ね、ちょっとセクシーなセクシーなドレスを、ドレスを着て、はい、私はピンクの感じだったかな、はい、確か。いやね、あれから何年かね、経ちました ね、 経ったね。意外と結構前ですよね。結構前、ね、もう、あとはなかなか、ね、お会いする機会がなかったんで、それこそお約束していた、ね、夜飲みに行こうよとかなかなかね、実現せ ず、そうだね、今日はでも本当に呼んでいただいて ありがとうございます。いえいえ、もう来ていただいて、いろんな話をしていいということなんでいろんなお話を根掘り葉掘り聞きたいと思います。ぜひお席らなり楽しみにしては、はい、よろしくお願いします。さあ、はい、楽屋ということで、なんかお土産をね、はい、きっといろんな方が持ってきてくれるんですが、そうなんですね。いつみちゃんは私のやっぱ好きなものを持ってきました。はい。何でしょう。好きなのはこのイカそうめん。お、イカそうめん。キワカメ。つまみじゃん。キワカメ。つまみ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、飲んでない時も口にする？イカそうめんとは特に、長くてですね。高校生の時に、いつも朝、キオスクで買って、で、もうそのホームルーム中とかに机の下に忍ばしてこうやって食べてるっていう学校で食べてる、学校食べてるっていう思い出ので、私キオスクで昔高校の時買ってたのに、今日出かける時いろんなところでもうコンビニだとかキオスクとかもいろいろ見たんですけど、なんかなくて、前はこのちょっとちょもうちょっと細い感じのやつに入ってたんですね。あ、サイズが半分ぐらいのやつ、でもなんかこんなでっかいのやっと見つけて、あ、よかったと思って。あ、そうなんだ。はい、やっと持ってこれました。イカそうめん、イカそうめん、そして茎わかめですね。茎わかめ、これもなんか美容に良さそうじゃないですか、わかめって、なんか、はい、ちょっと小腹減った時食べてたら太らなくて、はい、体にも良くてみたいな、という、ヘルシーおやつです。ヘルシーおやつって書いてありましたと思ってきました。あ、ありがとうございます、はい、じゃあ何飲もうかな、一緒に食べよう。だってこれに合うのはあれじゃないですか、ね、あれですか、あれじゃないですか、ね、じゃあ、あれを出してください。あれお願いします。あれお願いしますとりあえずってやつですね。はい、とりあえずあれを、きた、はい、ありがとうございますきた、これをちょっと、じゃあちょっと食べながら、本当は迷ったんですよ、その飲み物だったり、お菓子だったり、何を持って、食べ物を持っていくんだったら、何がいいかな、持っていっちゃおうかなと思ったんですけど、ねえ、なんかあ、もうこちらに来てから聞いてもういいっていう話だったんで、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきます。喉にクーッときますね。ビール最高です。最高です。
はい、ということで、まあ、あのおやつをいただきたいと思います。一緒にいただいてほしいと思います。え、なんか一本ずつ食べるの？いつも。そうです、あの、うん、1本をずつ食べる時もあるし、うん、1本を結んで結んで食べる時もあるし、結ぶ の、え、ちょっとやってみてやってみて超見てみたい、それ、ごめんなさい、うん、1本を結んで、うん、うまく結んで結んで結んで、なんか固まらせて結んで結んで食感が変わるよね。はい、食べたり、うん、食べたり、なんかガッツリだ、はい、結んで、あ、なんか結構意外とバランスが悪いかも、うん、結んで結んで、はい、そう、なんとなくこうパク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 って食べることはあるんだけど、小動物みたいに結ぶって初めて、はい、なんとなく結びたくなってきた。そう、食べ物だったら怒られるかもしれませんが、これで、はい、なんか、なぜか同じ一本なのに凝縮されてる感じがですよね、うん、そう、そのためです。次は茎わかめを。茎わかめ、茎わかめもあんまり、私でもこういう形の茎わかめを食べたことがないかも。私もでもこのちっちゃいのはちょっと初めてで、うん、大きいのあるよね。大きいので1つでは3つぐらい入ってて、うん、袋に小分けされてるやつはよく食べるんですけど、うんうん、あとメカブはよく食べるんだよね。メカブ好きなんですよ。美味しいよね、メカブ、うん、あ、そっか、そうそう、最初、はい、歌い手さんの前にね、そうです、私漫才をやっていたんですよね。ね、はい、そうそう、初めてその話を聞いた時すごいびっくりして、そうなんです、そう、もともとデビューが、高校生の時に漫才でデビューしまして、うん、あの、その当時の、あ、ある資料、あるんです、うん、ちょっと資料っていうか、当時デビューした時に、こうじゃないか、あ、ちゃんと新聞取ってあるんだね。私、はい、いろんなところで記事出していただいたんですけど、若彼氏、はい、そうです。へー、あ、本当に若いね。17歳。17歳、高校生の時で、キャピキャピだね。キャピキャピ言わない？もうキャピキャピパンパンですし、すごい元気いっぱいな感じで、はい、まあ、あの、うちの父が、うん、あの、漫才のおぼんこぼんと言いまして、ね、それを聞いてちょっと私もびっくりして、で、おぼんさんの娘さんと、うん、私はこぼんの娘なんですけど、娘同士で漫才を組んで、こうやってちょっとデビューを、クレヨンというコンビでデビューさせていただいたことがあって、うん、はい、じゃあその漫才の時って、はい、なんかお父さんの指導が主だったの、うん、それともお父さんの指導、指導、そうですね、師匠、うん、はい、うん、まあ、お父さんたちに指示してっていうか、もう自然の流れでそうだったんですけど、うんうんうん、はい、そのお父さんたちの元で一緒にやらせてもらって、うん、はい、え、じゃあ、その師匠たち その舞台のこうそれをこう見て勉強したりとか、はい、そういうことも、はい、もちろん やはりこの親子で、あの、一緒に仕事をすることがやはり多かったんで、うん、一緒にいろんなところを移動していきましたし、うんうん、だからデビューの時とかもやっぱりお父さんたちが心配そうに見てるシーンを撮りたいんでしょうね。はい、そうか、そうね、そうですね。で、浅草でデビューしたんですけども、浅草の木馬亭というところで、はい、はい、デビューしまして、ええ、で、そこでお盆の時だったんですけども、わかりづらい、お盆の時に、はい、夏のデビューみたいな、はい、だったんですけど、どうでした初舞台。いや、もう初舞台はもうその当時やっぱり二世タレントっていうことで、その、うん、私たちの漫才のネタを考えてくださったのが、うん、あの、山田康夫さん、ルパン三世の山田康夫さんの息子さんのか、息子さんに、あの、書いていただいたんですね。のネタを書いたのも脚本を書いたのも二世でみたいな、二世尽くしみたいな感じで、へー、一生懸命とりあえず与えられたそのネタを最初はずっとそればっかりやっていて、もう、なんでしょうね、こう目の肥えたお客様からしてみれば、もうオチとかも多分すぐ分かるんでしょうね。もう、うんうん、その
もう最初のデビューっていうか、そのデビューの1週間ぐらいあったんですけど、うん、その公演の時に最初にオチを言われてしまうこともあったりとかして初めて漫才やってそういう対処とかも分かんないんですけど、うん、なんか適当になんか言っちゃダメだよとかありきたりな反応しかできなかったんですけど、そんなハプニングありながら、うん、まあ、なんとか、デビューのステージはそんな感じだったんですけども、うん、笑点にも出させていただくことがあって、うん、まあ、親子漫才で最初にクレヨンがデビュー漫才をやり始めて、うん、で、まあ、お父さんたちの悪口言ってそしたら出てくるみたいなそういうのをやらせていただいて、へー、いやー、あれは緊張しましたね。初舞台、あの後楽園ホールの一番大きいお仕事でしたね、漫才で、はい、やっぱ空気違うもんですか、その違いますね、裏話なんですけども、うん、円楽師匠がですね、うんうん、司会で一番最初に客席にこう座って紹介するじゃないですか、最初、一番最初に、うん、クレヨンの紹介をしてくれるんですけども、うん、台本上ではお父さんたちの名前は言わないってことになってたんですけども、こう喋ってるうちに私それで待ってたら、おぼんこぼんの娘でして言っちゃってるじゃんみたいなあれはちょっとドキドキしましたね言っちゃったよって言ってその後のそのサプライズがはい、そうなんですその本番でただでさえ緊張してるそうなんですみたいなこともありまして、うん、まあ、漫才はやめてしまったんですけれども、うん、今は歌を、はい、歌の方歌ってますんで、はい、また後ほどじっくりと歌の方のお話も、はい、聞きたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは、はい、泉ちゃん質問を用意してますので、質問コーナー、うん、はい、いくつかちょっとお答えいただきたいなと思います。はい、そう、この中に質問が書いてあるんで1個引いてください。何かな何かなはい、じゃじゃーん、いずみちゃんが引いてくれた質問はこちらです。お、楽屋での話。楽屋での話楽屋での話ですね、うん、なんか楽屋で必ずやることとかってある、はい、緊張ってどのタイミングでしますか、うん、ごめんなさい逆質問になるんですけど、緊張、そうだな、私はなんか始まるこのお化粧とか頭とかやっている途中が一番緊張してる、はい、かな。そっか、うん、私結構直前そわそわしだすんですよ、うんうん、だから本番前にすごくうろうろしたり、うん、なんか落ち着きがなくなったり、あとすごい、うん、たまに調子がいい時はめっちゃ親父ギャグばっかり言ってる時とかあります。親父ギャグなの？なんか人に絡んだりとか。あ、でも時と場合によるかもしれないですね。その日によって結構体調とか、はい、その精神状態とかで結構違うよね。結構こういう風にこう人し、うん、こう。チーンってなってる時もありますね。へえ。でそういうの解くためになんか解くために多分うろうろしたり、うん、動いてなんか喋ってたりするのかもしれないですね。で私もなんかただ座ってると、うんうん、心拍数上がってきちゃってすごいため息が多くなるんですよ。言ってる前に意外と嫌なのみたいな、すごいため息をなんか多分落ち着かせようとしているのかわからないですけど、深呼吸じゃないけどそれがちょっとため息って感じなのかな。でも出ちゃうと平気になるんですよね、パッと出ちゃうと、うん、はい、その前のその落差が結構あるんだね。私結構あるんで。そうなんだ。もうなんかって結構ちょっとブルー入るんだね。結構ブルー入ったり、そのブルーに入る時とあとなんかすごいハーってやってる時と、うん、動いてる時と結構せわしない感じで、うん、本番前っていつもそうしてます。
そうなんだ、はい、なんかそうとある歌い手さんは行ってあの袖で出る前にハイタッチしないと出れないとか、あの本番直前の2分間だけはそれまでは普通に話してていいんだけど、なんかずっとこう入り込む方とか、なんかやっぱみんないろいろジンクスとか、うん、何か験担ぎじゃないけど、うんうん、なんかあるらしくて、そうですね、うんうん、私袖になんかずっといると緊張しちゃうんだよね、はい、あだからパパッとでなんか袖に来てパパッて出て歌っちゃった方が、なるほど、なんか、うん、あまり緊張はしないかなと思うんだけど、ゆずみちゃんはどう、ずっといるの平気、こう前の人のステージを見てるとか。あでも結構歌詞をずっと頭の中で確認した。そうなんだ。何回してももうなんか安心できなくて、うん、あじゃあずっとぐる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 頭の中ずっと歌詞が回っていますね。歌詞覚える、覚えやすい人。でも私多分覚えやすい方だと思いますね。あそうなんだ、はい、うん、結構もう前日に覚えなきゃとかそういうこともやってきたんで、うんうん、すごい現場だなと思ってましたけど、うん、でも意外と入りやすいですね。あそうなんだ。苦手なやつは苦手ですけど、なんか歌によってあるですよね、うん、すごい苦手なのスーって入ってくるのと、そう、確かにあるある。え歌詞飛んじゃったことってある？もちろんあります、ね、もちろん、もちろんあるんだ。なんかにゃーにゃにゃーって歌ったこともありますし、にゃにゃ歌ったの、はい、しかも自分のオリジナル曲で、オリジナルで、はい、完璧、あのあれですよね、なんていうか、もう安心しきってたからこそ、あなんですよ、ね、そこがちょっと落とし穴的になってしまったっていう、うん、いやまあよく歌詞をこう2番先歌っちゃったりとかもやりますし、うんうん、結構いろんなことやりますよね。歌詞作っちゃったりとか。なんかごまかすのが最近上手くなってきちゃって、ちょっと問題だなって思ってますけど、ね、穴開けるよりいいけどね。あですかね。私も、結構たまにこう歌詞が2番になっちゃったりとか、はい、なんかあるんだけど、なんか前曲順が思い出せなくて、あそう1時間とかのステージで、はい、私直前に曲の構成を作るので、うん、その13、4曲とか全部構成を覚えなきゃいけなくて、うん、で普段は覚えてるんだけどふっと忘れてしまって、次何だったっけかなと思って、はい、そつなくこうちょっと喋ろうと思って、はい、もう皆さんもおなじみのこの曲です、聴いてくださいって言ったらオリジナル曲やってしまった。後でなんか何食わない顔して最新曲のなんとかでした。すごい、それは面白い、本気でやってしまった、ね。そうですよね、そつなくできそうな感じがするけど、ね、ちょっと無理だったみたいな私じゃあもう一個、はい、でもよお願いします。はい、はい、さあ次に弾いたのは、お来ました、じゃじゃん、もう時効かな、あもう時効かな、ちょっと昔やっちゃった、今ごめんなさい的なやっちゃった系、はい、言うとそうだな、子供の頃なんですが、うん、結構お父さんたちっていうかお父さんの、うん、トロフィーだとか、ああそういうのを置いてあった、例えば漫才 のお笑いスター誕生とか、うん、あとゴルフのとか、なんか結構ゴルフを好きでやられてるんで、うんうん、部屋に置いてあったやつを多分遊んで割っちゃったんですよね、トロフィー銅像かなんか。うわ大事な記念品なのに割ってしまって、うん、あーって言って、うん、それをですね和室の押し入れの中のお雛様の、うん、奈良段飾りのお雛様が、あ大きいね、あるんですけど、すごい、うん、それのしまってある段ボールの中に突っ込んだままなんですよ、うん、今もでその奈良段飾りのお雛様、うんずっと出してないんで、うんうん、はい、場所取るしね、そうなんです、うん、出してないの で飾りもせずなんで、多分今も私の壊したあのトロフィーが、うん、その中に突っ込んであると思います。え、そういえばあれどうしたのって言われないのかな、
でも何個かあった中のあれなんで全然そんなことは言われたことないし、うん、そうですね、多分気づいてない本当、はい、言ったらどうなるんだろう今どうなん多分自分でもそのものが 何なのか分かんないんですかね。そっか、聞かないぐらいのね。ただあのゴルフのトロフィーだったんで、はい、ゴルフゴルフコンペのあれだったんで、なんかならなんかまだ、はい、そんなに怒られなさ、ね、そうなんです。だからその七段飾りのそのひな人形を子供の頃からずっと出してないっていうのも、うん、ね、うん、だそれも問題ですよね。七段、そうそう、すごいは何丁か取るよね。そうですね。そう、うちも七段をこう、うん、なんか私生まれた時に買っていただいて、その親戚っていうか、はい、おばあちゃんが買ってくれて、うん、なかなかやっぱ広大きすぎて出す機会が。ね、そうですよ ね, ね、なんか、うん、やっぱ 出さないのもなんかあんまりだから嫁に行けないのかな、うちのファミリーはみたいな。え、兄弟は？お姉ちゃんがいるんですよ。2人兄弟？はい。うーん、でもお姉ちゃんも全然行かないしってよくみんなに言われるんです。お姉ちゃんは漫才の道とか志したりは？はしてないんですけど、うちの元相方お坊さんファミリーは、うん、もう女の子2人なんですけど、それはもう2人とも結婚されたんで、よくもうみんなからプレッシャーかけられるんです。お盆さんからも孫はええぞって。え、そういう時なんて答えるの？え、あ、もうあのお姉ちゃんに先に行ってもらわないと。まずはお姉ちゃんからって言いながら、はい。結婚観ってどう？結婚いつかはしたいですよ。うん。うん、いつかはしたいと思いますけどね。別に今じゃなくても、うん、そう、まあ、そうですかね。、うん、あのどこで区切りをつけるんでしょうかね。なんか、あ、確かにそう、決定だっていうのが、うん、難しいよね。なんか私も独身だから、はい、結婚してる人がなんかすごい人みたいに感じて、歌手の方を、もう独身でも自分でバーって、ね、うんうん、輝いて歌ってる方多いんで、うん、もうそういう方見ると安心しちゃうんですね。はい、じゃあ歴史をちょっと紐解いちゃおうかなと思うんですが、さっきあの、ね、あの漫才のちょっとお話も聞いたんですが、はい、歌い手さんとしての、はいはい、歴史の方を聞きたいなと思います。漫才を、うん、まあ、やめてから、うん、まあ、歌の方に入らせていただいたんですけど、うん、漫才の時に知り合った、役者の女の子で演歌を歌ってるお友達がいて、うん、その方が、浅草で演歌のイベントをやっていたんですね。浅草娘演歌隊っていう、はい、はい、で東京でやる、その大阪の子なんですけど、東京でイベントやるから見に来てって言われて、で見に行って、そしたらなんか、うん、もうその日のうちに次からなんか一人、その中の一人が抜けるらしくて、泉お前演歌歌えるかみたいな、うん、歌ったことないけどなって、あ、まだ歌ったことなかったんだ、その時は、はい、そうですね、演歌とか歌ったことなかったんですけど、うん、まあ、チャレンジしてみようと思って、うん、で次の回から出るようになりまして、へ、はい、あ、その一言だったんだ。そうなんです、うん、でも演歌を知らないので、もう王道しか知らなくて、うん、でライブでやるんだったらどういう歌かって、もう拳とかも回らないし、歌いやすい曲ないかなって、うん、まあ、みんなに相談して、うん、でさあ最初覚えた曲は、え、何何、多分父からお勧めされたのは石狩挽歌ですかね。へー、はい、また渋いとこ行きましたね。石狩挽歌。そうです。で、うん、あとはぐれそうとか、うんうん、でもう結構3人の女の子たちでやってるイベントだったので、うん、で1人はもうどっしり演歌歌う子がいるし、うんうん、で1人はこうサラサラっとっていうか、でもちゃんと拳回って、まあ、役者の子でセリフとかありの、うん、そういう演歌を歌う子もいて、うん、でも私がちょっと別にどっしり演歌を聴かそうっていう、そういう風に肩肘張らないで、例えばテレサテンさんだとか、うん、そういうちょっとバラードチックなところに走ろうと、歌謡曲寄り、はい、寄りにしようと思って、うん、その中に何曲か演歌入れて、歌謡曲入れて、で、まあ、バラエティー入れて、そこから始まったのが浅草娘演歌隊っていう、浅草娘演歌隊、はい、歌をやりだして、うん、それまでは歌手になろうとか思ったことって、思っ
ったことというか、うん、歌は私でもネタの中で歌とかは歌ったりとかしたり、クレヨンの出囃子を歌を作ったり、うんうん、自分で自分でというか、それはあの、うん、その当時そういう曲を作るのが好きな女の子に、うん、友達に頼んで作ってもらったり、うん、あと、まあ、クレヨンでのど自慢とか出たことも、のど自慢っていうかあのルックルックこんにちは女のど自慢に出させていただいたりとか、うん、まあ、その中で歌ったり、まあ、父たちも歌うんで、うん、ネタの中でそういうのを見せたので、うん、絶対歌とかはもう2人とも大好きだったんですよ。ずっと歌を歌いながら、カラオケとかも、もういつも歌ってたし、うん、大好きだったんで、歌うことに関しては全然抵抗なく、はい。へえ。いや、でも演歌はさすがに、うん、もうわけわからなくて、もう拳って何って思ってましたからね。最初全然回らないもんね。分かんなかったです。私も拳ってこう五木ひろしさんとかがどうやってこの手だと思ってたし拳回せますってね回せますこっちばっか回って、はい、と思ってたぐらいだったんで、そこからでも一生懸命勉強してですね、うん、はい、あのいろんな曲を覚えて、うん、歌っていくうちに、やっぱあの演歌っていうジャンルもすごく好きになりましたし、うん、大好きですね。それで、うん、その浅草娘演歌隊から飛び出したユニット、その私を誘ってくれた子と一緒にやってて、もともと3人組だったんですけど、これはその2人で娘組っていうユニットで、うん、浅草心のふるさとでカップリングが江戸っ子もんじゃという曲を、うん、あの2人で出させていただいたりしたんですよね。左こちらが、はい、私で、うん、こちらはい、吉野悦代ちゃんっていう子で、はい、はい、よくお芝居の方が結構主で、あの大衆演劇だったりも出てみたり、そういう今はなくなっちゃいましたけど、うん、新宿コマとかそういうところの舞台で、はい、出てたりとかしてた。この時のレコーディングどうでした？この時のレコーディングは面白かったですよ、うん、面白かったんだ。面白かったです、うん、なんか特に面白かった。結構もう浅草心のふるさとはもうずっと歌ってたんで、うん、そこは問題なく行ったんですけど、カップリングの江戸っ子もんじゃはもう子供になりきれって言って、へー、なんかもうみんなの歌とかそういうのに入れそうな、そういうなんか軽快な可愛らしい曲なんで、うんうん、もう本当子供になりきって歌ったら、もうお前らすごいなって言われるぐらいすごく可愛い声で歌ってます、うん、あ、はい、へえ、こういうのはこれが初めての形になったものですね、うん、私にとって、うん、はい、なんですけど、まあ、ここから始まりの、うん、ここから始まりの最近ですね、うん、バーンと来ました。はい、私ソロとして、うん、8月の半ばにネット先行配信されて、で9月の半ばに一応 CD 全国発売させていただいている、うん、題名をお父さん頑張らないでっていう曲ですね。はい、お父さん頑張らないで、お父さん頑張らないで、ちょっとシンプルなジャケットになってるんですけど、うん、この字はこの字は別に私が書いたわけではない。違うんだ。いつ書こうなと思ってはないんですが、ないんですが、うん、もともと泉としてクレヨンの時も、うん、前も泉っていう芸名でやってたんですけども、うん、まあ、今回この CD を出すにあたって泉という名前に、うん、はい、改名させていただいて。この名前の由来とかあるんですか？ですね、うん、考えたんですよ。いろいろ考えてどうしようかなって思った時に、うん、やっぱり知らない苗字っていうか慣れ親しんでない苗字をつけても自分自身呼ばれても振り返らなそうだしだったらその親しんだ泉って名前をもう一つ苗字につけることによって、うん、普段呼んでもらってる方も変わらないし、うん、私も聞いてても全然変わらないし、しかも2回言うから覚えてもらいやすいかなって、うん、はい、そういう思いで、ね、はい、うんうん、つけました。でこの「お父さん頑張らないで」って曲なんですけど、うん、松本一樹さんという
作詞家の先生がいらっしゃいまして、うん、はい、クラスの夏の日の1993とか書かれてる有名な先生なんですけども、うんうん、まあ、その先生に声をかけていただいて、でこういう曲を作りたいんだけどどうかなっていうので、うん、で詞を先にいただいて、で、まあ、私が作曲をすると。おお初こう自分で手掛けた作品がこう形になって、はい、そうですそうですそうです、もうこの曲の内容なんですけども、うんうん、ストーリーになってまして、うん、すごく長いんですよね。あ、そうはい、うん、長いと噂じゃなくても本当に長い、トイレの神様の9分を超えて11分33秒、うん、ああそうなんだ、というロングな曲になってまして、うん、ちょっと切ない内容なんですけどね、お父さん頑張らないで、うん、もしよかったらチラシも、そうですね、一緒ですね、はい、まあ、お父さんが朝、うん、まあ、普段の日常の中、まあ、背広を着て準備して会社にいつもと同じ時間帯に会社に出かけていくんですけども、うん、忘れ物、お母さんがお父さん忘れ物したからちょっとあなたちょっと持ってってあげてっていう、ね、お父さんを追っかけていって、うん、駅まで行って、うん、あー駅中入っちゃったっつって、で、まあ、とりあえず駅入って、うん、お父さんの姿を追うんだけど、うん、会社とは違う方向の電車に乗っちゃうんですよね。あれどこ行くのお父さん、うん、でお父さんを追っていくと、その最後にたどり着いたのは公園のベンチで座っているって、うん、ああ、うん、でお父さん頑張らないでっていう曲なんですよ。この詩を先にいただいたということは、その詩をこう、はい、読んで曲をつけたと思うんですけど、はい、その第一印象とかどうでしたか。第一印象読んだ時はやっぱりグッときたんですよね、うん、もちろん悲しい話ではなくて、うん、もう家族の温かさとかそういうものが溢れてる詩なので、うん、もうこれから前に向かっていくすごい明るい曲だなと思ったんです、うん、優しい、別に寂しい曲ではなくて、うん、優しい曲に絶対なるなって思ったんで、うん、そのやっぱ日常を物語として綴っている曲だったんで、日常の中にさらっと流れているようなメロディーにしようと思って、うん、聞きやすい、うん、なんだろうな、あんまり強弱ないようにとか考えながら、うん、作ったんですけども、うん、もう長いんでね曲がね、曲がね、詞も本当に長いので、うん、まあ、どうやって作ろうっていうと、まあ、どこを盛り上げるっていうか、そのサビの部分とか、うん、どこを聞かせようっていうのはすごく難しくて、あ、すごい悩んだんだ、すごい悩みましたね。うん、だからでも私の中では、そのなんだろう、あんまり肩肘張った中でこう聞くような曲ではなくて、力を抜いてさらっと聞いてもらって何回でも聴ける曲ならばいいなっていう風な思いで、はい、メロディーはつけました。レコーディングの時はじゃあ長い分完成するまでになんか大変な気がするんだけど、はい、どうでした。そうですね、うん、大変でしたね。もうな、長いからとにかく長いから長いんですけど、なんか気持ちをこうずっとその11分維持してこう、うん、ね、伝えるか、なんか歌うっていうのは大変だろうなと思って、うんうん、結構時間かかりました。時間かかりましたね。時間かかったんですけども、うん、そうですね。でも思ったよりは、なんだろう、うん、思ったよりはでもさらっと行きましたかな。はい、行きましたかな。行きましたかな。いい曲ですよ。ぜひ、そう、初の、はい、ね、形になった、そうです、ソロとして、はい、うん、なんで、はい、ダウンロードできますし、うん、ね、CD の方も、いろんなところで Amazon だったり、あと新生堂さん、聖光堂さん、うん、山の楽器さん、うん、あ
となんかもう一個あった気がするあ大丈夫です、はいはい、あはい大丈夫です、あとタワレコードさん、うん、はい、H&V さん、はい、うん、です、はい、そう購入できますので、ぜひ購入できます、もうじゃあ詞も歌ももう全部いろいろもうきちゃんとこう入れて聴いてもらいたい、そんな作品です、はい、そうです、ね、本当にそうなんです、うん、じゃああれだね、あの今はあの演歌のみにならずこう自分でも曲も作ったりして、はい、その幅広くもちろん活動のそうですね、うん、あの演歌も歌うのも大好きなんで、うん、もう特にお父さん頑張らないでなると、まあ、お父さん世代に聞いていただきたいのと、もちろん、あと娘さんに聞いていただきたいのとっていうのがあるんで、うん、もうそういう意味ではこの曲も年齢に関わらず、うん、聞いていただける曲になってるんで、うん、はい、そうですね、はい、ぜひ皆さんに応援してください、聞いていただきたいです、シンガーソングライター泉泉ちゃん、はい、シンガーソングライター、はい、はい、シンガーソングライター強調して、はい、でもぜひぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあ、ね、あの本当にちょっと寒いですけれども、体に気をつけて、はいはい、ね、本当素敵な新曲、ぜひ皆さんに聴いていただいて、はい、ね、本当素敵な歌手活動、はい、はい、続けてください。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。泉ちゃんでした。乾杯。PR のコーナー、立浪会 PR ということで、はい、はい、立浪会の事務局長さんに、はい、はい、お越しいただきました、大橋さんです、よろしくお願いします、もう今日はお邪魔してます、どうもありがとうございます、ありがとうございます、大橋高根と申します、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ立浪会の大橋さんですけども、はい、あの前回に引き続き、うん、タスナミ会を窓口をやっている商品の説明というか、はい、これは CM ですね。その前にまずタスナミ会を多少 ね、はい、あ、お願いします。いいですか、はい、タスナミ会はデイサービスやホームヘルパー、それから、介護計画、その他福祉や介護を通じて、地域を作ると、街づくりの、活動をしています、はい、で、立浪会の宣伝もしなくちゃいけないんですが、はい、実はですね、はい、そういう、街づくりをしようという、人たちが全国にもいっぱいいらっしゃいまして、はい、そういう人たちと、連携してあるいは応援し合って、行こうというふうに考えています、はい、それでその一つ、まず世田谷区の方、はい、中に、吉工房さんというね、吉工房カンフがボンと入りますからカンフレットですね、吉工房さん、はい、吉工房さん、斉藤義信さんってあの、千歳船橋で、活動されてるんですが、はい、実はあの、まあ、の斉藤さんは、うん、障害がだん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 あの重くはなってきてるんですが、しかし工芸品をね、作ってそしてあの販売するということを、昔からやってきました、はい、で12月の15日16日それから1月の15日16日には、この立浪会の、近く、上町のボロ市通りでボロ市が行われます、はい、で毎年そこにも斉藤さん出してたんですけども、ついにですねボランティアさん協力してくれるとかが不足してきたり、ご本人も具合悪くなってきたんでついにボロ市の出店を今年から諦めてしまいました、そこで僕たちもよく知ってる仲間でもありますので、あの斉藤さんがやってきたことをいくつか立浪会でもご協力しようかと、そういうことで、はい、実はですね、はい、でもあの石鹸ちょっとこれなんですね、アレッポの石鹸、アレッポの石鹸、オリーブオイル 100% はい、で作る、パーセントなんですか、オリーブオイルとローレルオイルを 100%、 あ、失礼しました大変失礼しました嘘はないですかね、はい、
どうやら石鹸はどうやら、はい、はい、一番いい石鹸とされるのはオリーブの石鹸だそうなんですけど、はい、どうですか。あ、私実はアレッポの石鹸使ってるんですよ。さっき言ってたくせに、そう、愛用者でして、まあ、偶然ね、偶然、はい、びっくりして、ね、すごい感激したんですけれども、とっても洗い上がり、石鹸独特のキュキュっていうのがありつつも、そのオイルの効果なのかすごいしっとりしてくれて、私実は髪も石鹸で洗ってます。こうやってで洗って、すごい地肌が、な、効果絶大ですね。効果絶大ですね。抜け毛も私半分ぐらいになって、このシャンプーのならなきゃいけないか、すごくいいですよ。私はとても合いました。うん、なのでおすすめしたいな。うん、天然石鹸、そうですね、余計な添加物とかが一切入っていない石鹸ですね。書いてますね、ちゃんとパンフレットに髪を洗うって、はい、え、書いてますね、はい、はい、あります、あります。なるほどね、はい、すごいですね。アレルギー体質の方やアトピー性皮膚炎のお子さんも安心して使える石鹸です。これをタスナミ会で窓口になって売っていると。はい、はい、それはこの上町のタスナミ会で販売しています。はい、それから1月の15日16日のボロ市では、やっぱりタスナミ会のテントで販売しています。はい、ぜひ皆さんお越しください。ぜひ、はいはい、お越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、実は、はい、石鹸の他にもう一つ、いいですか。どうぞ。何でしょうか。はい、あ、そっちにあるんですね。お、来た、お米です。お米、これはね、しかしお米の宣伝難しいんですね。うん、そうですね、炊いてませんからね、袋しか見えないですね。そうですね、でもこれはね、伊豆冷や川というところで作っている無農薬米、はい、ミルキークイーン。無農薬なんですね。クイーン、はい、はい、で、ミルキークイーンっていうのはコシヒカリ、ご存知ですよね。はい、うん、コシヒカリをさらに改良したお米でとっても美味しいんです。で、これはどういう人たちが作ってるかというと、伊豆半島に、今年の春、伊豆開花クラブというね、はい、NPO が、設立されたんです。はい、オープンしたんですね。で、この、伊豆開花クラブの人たちはやっぱり、やっぱり街づくりをどうしようか、はい、ということを、一生懸命考えて、で、一番 いろんな問題はあるんですけども、例えばですね、はい、伊豆というと、うん、温泉、それ温泉、素晴らしい。で、伊豆の温泉は、はい、今まで宣伝しなくても人が来てたらしいんですが、ところがなかなかもう最近難しくて、なかなか経営がうまくいかなくなったりしても、はい、なかなか宣伝もできないし、それでそれも含めて何とかしようかという街づきを考えて、ちょっとね、でもすごくね、いろんな、このお米だけではなくて、温泉をなんとか活用しようかとか、ところがなかなか貸してもらえないんですけど、それから米作り、野菜作りをどうしていこうかというようなことをやった。はい、そのこちらの、ミルキークイーン、はい、無農薬のミルキークイーン、はい、これも、ボロ市、1月15日16日で販売します。はい、それから、タツナミ会に来ていただいても、お分けすることができます。数は大変限られてます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お早めにお願いします。ぜひ。すいません、突然お邪魔しちゃいまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。勝手ねー。